岡田藩公公下3年2月8日は、江戸時代後期の文人画家。岡田米三人の子、大阪の出身、陽明を常吉、意味縄、宿、地吉芝根。藩公は画号、俗称を左衛門、後に義継。江村煙渦県本ン最強と国立博物館、天保15年岸和田城、神経寿司本木が木祭天保15年天命2年。 米屋を営む自宅、大阪西天満宮、観山寺裏長池で生まれた。藩校は、父の岡田米山人が三十九歳で恵まれた、うい子だったので敵愛された。幼い時から父に習って、画作を続け、巨宅に出入りする多くの文人木閣に感化され、自然と書画に興味を持った。十二歳頃の作品にすでに小米を用いているが、この画号は、米山人が、 米仏、米ともひしふに習ったもので、小便の音に近いことから反抗は好まなかったという。28歳の時父に代わり伊勢国東道藩の下役となり、大阪倉屋敷の留守居の名なり、鎌倉兵演に仕えた。この頃義継を名乗った。翌年、朝掛の四君志図襖前を、米山人はじめ、戸田鉱山、森川畜生らと合作している。文星年間に、 相次いで両親を失い、家業の米屋を継いで、米屋彦兵衛を襲名。しかし、父と同じく、東蔵藩には、下役として使え続け、文人画家としても活動した。来三陽を、はじめ多くの文人、学者らと交友。乱位の小石本随や、儒学者の篠崎小竹とは、畜馬の友であり、また王子を平八郎とも長年信仰している。文政十三年に、 お伊勢参りに出かけている。天保3年、山陽の不法に大きな衝撃を受け、体調不良から家業の米屋を13歳の息子の旧ナスに譲り、隠居となった。東道藩の下役も40代後半で辞任。天馬教頭編の淀川藩に別宅を買い求め師書が残米の暮らしを送るが、この別宅には田野村畜伝が足しげく訪問し、さながら、 大阪の文人サロンとなった。天保7年に、山陽道を旅しかつて父と合作したふ住まいのある、張りにつかみと軍ぐ県、坂村の朝掛けを訪問し階級の城に浸った。規範ごまもない天保8年3月、民衆の宮城に義憤を募らせた、王子を平八郎が拒兵し、虚しく、廃止する。この騒乱によって大阪は戦火に見舞われ、焦土と化した。 犯行の別宅も消失。父の米山人から受け継ぎ自らも買いました。膨大な転籍、書画、骨董器物などが灰と消えてしまった。幸いにも自宅は無事であったが、この事件を転機に住吉浜に移住。友人を失い、家宝を失ったことによる精神的なダメージもあったが、大塩の乱に関与したという権威を避ける意味もあったと推測される。 天保九年頃からようやく創作意欲が戻り、その後は画作に没頭。住吉浜の地で数多くの傑作を描き、充実した晩年を送った。高下三年没。去年六十六。自家子案に葬られる。友人の篠崎小岳が藩校の死を痛み死分を寄せている。藩校は二十八歳以前の時周囲から画力が十分と認められていなかった。 田野村築伝、山中人情絶の中に、名が見えず、米山人も文化4年に、武田に自分の威発を継ぐ者は、武田以外にいないと語っている。37歳の時に、犯行独自の繊細な筆遣い、周到な構図、配色の調和が見出される作品が現れ始め、50代になって、独自の画風を確立したとされる。 特に傑作は、住吉浜に移住後に集中し、市場豊かで柔和な筆チ、自然で、気負いのない構図、繊細で、効果的な配色によって、高逸古丹なが京に達した。反抗12歳の、総始無調図の書き印にある。匂い当人収集書が上位でつ美術館像、武田総司優が6、ハット AB 静岡県立美術館編集、発行。 江戸絵画の楽園2012年10月7日、ピアニッシモ114から120、東山記念館秋田市立、千秋美術館編集、至高の日本美術演算記念館名品選、秋田市立、千秋美術館、2017年9月23日、P28。ありがとうございます。